お疲れ様でした。選手の皆さんはお疲れ様でした。これからね、2018JL トリックバトルを開始していきますので、皆様できればご着席の方をお願いいたします。それでここから進行を務めさせていただきます MC の D でございます。よろしくお願いします。昨年渋谷の、2017全国大会が行われた JN のトリックバトルが、今年も再び協賛企業様の ご協力により豪華商品を取り揃えて開催されることになりました。大きな拍手をお願いします。まずはこの JN トリックバトルの概要ですね、内容をもう一度ね、去年来てない人たちのために説明したいと思います。今回はバトル形式として2名誕生いたします。その中で、フリースタイル競技とは違い、トリックバトルなので、トリック技です。あくまでフリースタイルというよりも技の凄さとかかっこよさ、一発技ですね、ワントリックを競うバトルをこれから行います。で、赤コーナー、青コーナーに分かれて、規定の時間内にトリックを繰り出して、審査員からの得票数が多い選手が次のステージへ進みます。トーナメント形式になります。で、1回戦は、みんな全員出るということで、最初45秒の持ち時間を撮っております。その中で、45秒間フリースタイルをするのではなくて、ワンスロー、技をやってキャッチするまでをやってもらいます。で、この中で失敗しても構いません。成功するまで45秒以内だったらずっと続けてもらっても構いません。逆に言えば45秒以内で成功しなければ次に強制的に行きますというバトルの方式となります。ので、あくまでもトリックの難易度を、審査の方をお願いいたします。それなんですけども トーナメントの参加者は、昨日公式のインスタグラムで行われたキャンペーンを勝ち抜いた2名、そして今年のリーグ戦で優秀な成績を収めた選手、国際オープンに参加された選手、そして日本ヨーヨー連盟が推薦する選手の合計8名の選手で、争いますので、皆様よろしくお願いいたします。それではまず選手8名の選手ですね、紹介をしていきたいと思いますので、呼ばれた選手はステージの方へお越しください。去年のトリックバトルチャンピオン、今井新太。そして続いて2001年 UTYJ デュオ部門のチャンピオン、千葉秀政。まず1ラウンド目はこの2名が戦います。そして続いての選手、インスタグラムのキャンペーンにより選手、富豪の響き。新生ですね。富豪の選手に対する1回戦目の相手は JYYF 推奨選手、皆さん知ってると思います、三浦はじめ。この2名が、第1ラウンドで戦います。続きまして、インスタグラムキャンペーンより選出、中村薫。中村選手に対するはこちらよりも、インスタグラムキャンペーンの会場参加枠ですね、インスタグラムの上ではなくて会場にいた中での、投票数が一番多かった加藤明。こちらの2名が、第1ラウンドで戦います。
残すとこ2名となりました。続いては海外からの選手、国際オープン参加選手枠、シンプソン・ウォそしてシンプソンに対抗するのは、先ほどもね、沸かしていただきました岩倉玲。シンプソンと岩倉玲がバトルをいたします。選手の皆様に大きな拍手をお願いします。応援の方もお願いいたします。それでは選手一度普通の方にお願いいたします。そして重要なジャッジの、今回ですね4名のジャッジをお呼びしております。まず1人目のジャッジ、ユニリーバージャパンアックス様より前野ジャッジ。それでは続いて2人目、今年11月に開催される国際大会44クラッシュより岩田雅信。そして2008年ヨーヨー世界チャンピオンジョン・アドそして JYF オフィシャルジャッジより1名、ジャッジ竹内そして、ジャッジは4名なのですが、4名だと、同点の場合が出てしまいますね、偶数なので、5人目のジャッジはお客様となります。お客様がジャッジとなります。受付で配られた このフライヤーですね、パンフレット、皆さん持ってますか？上に上げてください。持ってる人、これが表になりますんで、選手1名1名の上に、パタパタパタ、そして赤コーナー、青コーナー分かれてますね。赤コーナーの選手が良かった場合はこちら、黒と赤の表紙っていうんですかね、1ページ目、そして青の方が良かったら裏を前にかざしてください。それで多い方が、お客様のジャッジ、オーディエンスジャッジの1票とさせていただきますので、これがすごい勝敗に関わってきますので、皆様よく選んで青、赤か青、どちらかをステージにかざしてください。よろしくお願いいたします。というわけで説明は以上となりますので、 JN トリックバトル開始していきますけども、皆様よろしいでしょうか？いや、もうちょい人数いますね。もうちょい僕の方から見てる人数います。準備はよろしいでしょうか？ OK、 それではトリックバトルスタートしていきたいと思います。それでは第1回戦第1ステージ早速始めてまいりましょう。まずはこちら青コーナー、今井新太そして選手の方、こちらのこのバッテンのところでお願いいたします。ビデオの関係上すいません。そして対するは千葉秀政それでは、この2人でトリックバトルの方を行っていくんですが、まずは先攻後攻を決めるじゃんけんをするのですが、勝った方が先攻か後攻を決める権利があります。そして、先攻の方、先攻の方が曲を決める権利があります。その曲というのは選手たちは知りません。1番から7番の曲をご用意いたしましたので、先行の人は好きな番号を言ってみてください。その曲をかけます。よろしいですか？ OK。
それではじゃあまず先攻後攻決めるじゃんけんから。最初はグーじゃんけんポイ。はい、これホイホイ。今井選手後攻、じゃあ先攻千葉秀政選手、ミュージックのナンバーは6番ということで、それではね皆様始まりますので、よくご覧になって、審査の方をお願いいたします。でジャッジのそう、オーディエンスの方もそうなんですけど、ジャッジの方もこうも細かくジャッジするというよりも、今回はかっこよさとかすごさを重視して一発技という何ですかね、テーマでやらさせてもらってますので、そういったところでもお願いします。結構もうバーンと決めてください。それではミュージックは OK、 プレイヤーは OK、ごめんなさい言い忘れてました、決勝までは1ラウンドです。決勝だけ2ラウンド、要するに1人2トリックやります。決勝だけ、あとは1トリックだけです。よろしいですね。それでは始めていきたいと思います。 JN トリックバトルレディーゴー。それでは今の赤コーナー千葉選手、青コーナーが今井選手でジャッジの方をしていただきます。まずお客さん、オーディエンスの方から聞いていきますので、まずはオーディエンスの方、さっきのフライを赤か青で良かった方に出してください。できれば僕の方に見せていただけると助かります。それではレッツジャッジ。おっと、どうですかミュージックの方は。僕は青が若干多いかなっていう感じがします。青ですね、青今井新選手がまずオーディエンス1ポイント獲得いたしました。それではジャッジの判定に参ります。レッツジャッジ。おということは青2ポイント赤3ポイント千葉秀政選手の勝ち上がりです。そして選手の2人、試合の後は握手で終わりましょう。大きな握手お願いします。千葉秀政選手勝ち抜け。それでは、第2回戦の方行きたいと思います。まずは青コーナー富豪の響き。対する赤コーナーは三浦はじめ。それでは、じゃんけんと曲の選択は大丈夫かな。それでは先攻後攻決めるじゃんけんをお願いいたします。最初はグーじゃんけんポイ。あいこでホイ、あいこでホイ、あいこでホイ。あ、先攻後攻、先攻後攻、
富豪の選手、高校で。じゃあ、先攻の三浦はじめ選手、ミュージックのナンバーは2番、2番お願いいたします。それでは、先攻三浦はじめ選手からいきたいと思います。 JN トリックバトルレディーゴー。三浦はじめ選手、青コーナーが富豪の響選手、間違えないようにお願いいたします。それではオーディエンスの皆様から聞きたいと思います。よろしいですか。レッツジャッジ。僕は赤が若干多いような気がしますけれども、いかがでしょうか。運営陣は赤、赤ですね。赤オーディエンス1票、三浦はじめ選手獲得。それでは運命のジャッジの判定に参りたいと思います。レッツジャッジ。赤を三浦はじめ選手の勝利。2人に大きな拍手をお願いします。で、握手で終わりましょう。ありがとうございました。それではどんどん行きたいと思います。3ラウンド目、まず青コーナーは中村薫。そして対するは赤コーナー加藤明。よろしいでしょうか。それでは最初、先攻後攻を決めるじゃんけんの方お願いいたします。最初はグッ、じゃんけんぽい、あいこでほい、あいこでほい。後攻加藤明選手、赤コーナー加藤明選手が後攻、青コーナーの中村選手、ミュージックナンバーはいかがいたしましょうか。2と6は出てます。7まであります。1から7まであります。ミュージックナンバー、そうですごめんなさい、触ってなくてごめんなさい。1番お願いします。それでは、先攻の中村選手からいきたいと思います。 JN トリックバトルレディーゴー。一発両者一発で決めてきました。素晴らしい。すごいね、悩むところではあると思うのですが、自分のすごかった方にどちらか一面に、票を挙げてあげてください。
まずはオーディエンスの皆様から聞きたいと思います。よろしいでしょうか。レッツジャッジ。青ですね。青がオーディエンス1票を獲得いたしました。中村選手、オーディエンス1票。まだ分かりませんよ。それではジャッジの4名よろしくお願いいたします。レッツジャッジ。赤赤青青、青がオーディエンス1名の中村選手が勝利。大きな拍手お願いします。めちゃくちゃいい試合でした。早拍手でありがとうございました。大きな拍手お願いします。それではね、早くも第1ラウンド第1回戦最後のラウンドとなりました。まずは青コーナーからシンプソン・ウォブルブ、そして対抗するは岩倉レイ。くしくも C3 ヨーヨーデザインのオーナーとチームメンバーという戦いになってしまいました。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんの方をしていきたいと思います。 OK。岩倉レイ選手が後攻、先攻シンプソン・ウォン選手。シンプソン、ミュージックナンバーセレクト、ミュージックナンバーセレクト17、オッケー。ごめんなさい、僕は英語が喋れないもんで。ワン、あ、ごめんなさい、ワン使ったみたいでダメみたいです。3で。シンプソン、Are you ready? OK。 おっとこれはだいぶ喧嘩スタイル、だいぶ喧嘩ってますね。それではいきたいと思います。 JN トリックバトルレディーヨーヨー出てきた。おっとー、シンプソン、イエイエイ。おほーすごい、この戦いもめちゃくちゃいい戦いだったと思いますね。まずは、こうつつけがたいかと思いますが、お客さんにどっちが良かったか聞いてみたいと思います。オーディエンスの方決めてください。それではレッツジャッジ。おお、若干僕赤が多いような気がしますけれども、運営の方は赤、赤、岩倉レイ選手ワンポイント。それでは
ジャッジの4名の方に決めてもらいたいと思います。レッツジャッジ。赤川を赤岩倉レイ選手の勝利。大きな拍手お願いします。あ、握手で終わってください。いい握手です。大きな拍手お願いします。それでは1回戦がこれで全て終了したので、この後2回準決勝2回戦に参るのですが、1回戦は45秒、みんながねこうたくさん演技できるように45秒設けてましたが、30秒にさせていただきます。決勝も変わりません。よろしいですね、選手の皆さん。よろしいですね。2回戦以降は全て30秒となりますので、よろしくお願いいたします。それでは準決勝、青コーナーから呼びたいと思います。1回戦勝ち抜いた千葉秀政、青コーナー千葉秀政、そして対する赤コーナー三浦はじめ。お客さんお願いします。それでは先攻後攻決めるじゃんけんをお願いします。お、千葉選手先攻。そういうことは先攻がミュージックを決める権利があります。5か7でが出てません。7でいきたいと思います。プレイヤー準備 OK かな。それでは先攻が千葉秀政選手、30秒に、ごめんなさい、タイマーの方をちょっと変えますので少々お待ちください。そうですね、45秒から30秒になるということで、選手の皆様にはプレッシャーがかかると思います。その中でどううまく時間を使うかも審査基準になってくるんじゃないでしょうか。ごめんなさい、少々お待ちください。それでは千葉秀政選手が先行で行かせていただきます。 JM トリックバトル準決勝、レディーゴー。音選手も決めてきました。それではまずはオーディエンスのジャッジ、ジャッジ方式は変わりませんのでよろしくお願いします。どちらかに決めてください。それではオーディエンスの皆様、レッツジャッジ。赤コーナー三浦はじめ選手ワンポイント。それではジャッジの4名の方、決まりましたでしょうか。それでは行きたいと思います。レッツジャッジ。赤コーナー三浦はじめ選手の勝利。決勝戦進出となります。大きな拍手をお願いいたします。それでは
どんどんいきたいと思います。準決勝2回戦目、まず青コーナーから中村カオル。そして対するは赤コーナー岩倉レイ。おっと、くしくもなんかこれはぶつかり合いそうな気が僕はしています。それでは多分ミュージックは残りの1曲になるのかな。ごめんなさい、ミュージックの選択は、最後の1曲となりますのでご了承ください。それでは先攻後攻決めるじゃんけんをお願いします。中村選手後攻、岩倉選手先攻でお願いいたします。ちなみに手袋の色も一緒だった気がします。あの服も大体一緒だと言っております。それでは、めっちゃいい子ですね、めっちゃいい子。それでは、選手にお願いいたします。まずは岩倉選手からですからね、よろしくお願いいたします。 JN トリックバトル準決勝レディーゴー。難しいと思います。スタイルがぶつかり合っているので特にソロハムの方は正座するんですか。 OK です。僕に入れてくれと2人とも願っております。皆様よろしくお願いいたします。それではオーディエンスの皆様、青が間違いないのでお願いします。中村選手、赤が岩倉で選手でなりますので絶対に間違えないようにお願いいたします。それではオーディエンスの皆様、レッツジャッジ。赤ですね、いかがですか。赤岩倉玲選手がまずワンポイント。まだ分かりません。それではジャッジの皆様、よろしいでしょうか。それではジャッジ、レッツジャッジ。赤コーナー岩倉玲選手の決勝進出となります。それでは強い握手で終わりましょう。大きな握手お願いします。いや本当にいい戦いばっかりで時間が過ぎるのも早く、もう決勝戦になるのですが、岩倉玲選手は大丈夫かな。今終わったばっかりで、岩倉選手はちょっと時間いる、大丈夫、さすがです。それでは、流れでじゃあもう行きたいと思います。決勝戦になりますので皆様盛り上がりの方よろしくお願いします。いやこれもっと出ますね、盛り上がっていきましょう。
OK。 決勝にふさわしいですね。それでは決勝進出した2名の選手を呼びたいと思います。まずは青コーナーから三浦はじめ。そして対するは赤コーナー岩倉玲。決勝だけルールが多少変わります。ツートリックになります。ワントリックやって交代、ワントリックやって交代、ワントリックやって交代で1人ツートリック。 OK ですか選手の方。リトリックを流れでやらないでください。ワントリックやって交代、ワントリックやって交代、ワントリックやって交代で終了となりますので、よろしくお願いいたします。制限時間は30秒で変わりません。それではまずは先攻後攻を決めるジャケの方から。おっと、年上なので先攻でということで、男気先攻岩倉玲選手で、曲のセレクトはそちらで、決勝のみ、こちらの方でご用意させた曲で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、変わるときはスイッチと言いますので、そしたら変わってください。プレイヤーよろしいでしょうか。 OK。 それではこれが最後ファイナルJNトリックバトルの決勝となりますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは行きたいと思います。 JN トリックバトル決勝戦レディーすべてを、決勝戦すべてを見た段階でどっちかすごかったか、もうすごかったかっこよかったで決めてもらって構いません。どちらか1名に決めてください。青コーナー三浦はじめ選手、赤コーナーが岩倉玲選手。これで2018年トリックバトルのチャンピオンが決まります。まずはオーディエンスのジャッジの方を聞きたいと思います。準備はよろしいでしょうか。それではオーディエンスの方、レッツジャッジ。僕は青が若干多いかなっていうふうに思うんですが、上の方は青、半々確かに半々にも見えますね。もう一回、もう一回で聞こえたな。延長
プレイヤーの方は納得いってますでしょうか、今の演技で。もう一回やりますか、もう一回やりますか。僕も今そう思ってたところです。語りかけようと思ったら誰かが手を差し伸べてくれました。 OK、 じゃあ仕切り直しで延長戦ということで、先ほどのも加味してあげてください。延長戦なので仕切り直しではありません。延長戦になります。ミュージックは大丈夫、 OK。 じゃあ先攻後攻は逆でいきましょう。先攻三浦はじめ選手、後攻岩倉玲選手でいきましょう。準備が2人とも良ければ合図してください。あと技を決めてください。さっきのでいくのか、違うのでいくのか。三浦はじめ選手は OK。OK ということで、それでは延長戦、まさかのこの事態は想定しておりませんでした。それではもう一発いきたいと思います。決勝戦です。 JN トリックバトル決勝戦、レディーゴー。準備してなかったんで、もう一回30秒お願いします。 OK。 もう一回30秒切り替えお願いします。 OK、 スタート。おお、楽しい。まさかの。それでは、赤コーナーが岩倉玲選手、青コーナーが三浦はじめ選手となりますので、お間違いのないようにお願いいたします。まずはオーディエンスのジャッジを聞きたいと思います。よろしいでしょうか。オーディエンス、レッツジャッジ。赤ですね、赤岩倉玲選手がワンポイント。それではジャッジの方、これでチャンピオンが決まります。よろしくお願いいたします。それではジャッジの4名の方、レッツジャッジ。赤赤赤赤、岩倉玲選手がチャンピオンとなりました。大きな拍手お願いします。そして三浦はじめ選手にも大きな拍手お願いします。大きな強い拍手で終わりましょう。ありがとうございました。それでは岩倉玲選手はこのまま
商品の授与も行いたいと思いますのでよろしくお願いします。まずは2018トリックバトルチャンピオンの岩倉レイです。大きな拍手お願いします。今年のトリック技で一番ヤバい男と認定します。それでは副賞の商品の方授与を、上村の方からしたいと思います。まずはエクストラライズ様から、エクストラライズ様の T シャツ、 T シャツ、ロゴ T シャツ、そしてエクストラライズ様のバッグ、バッグ、そしてまだまだエクストラライズ様からキャップのプレゼント、そしてフレーク様よりステッカー、フレック様ステッカー、そしてスマホケース、そしてバッジとなります。フレック様から。続きましてはアックス様より、ヘアスタイルのセットアップセットとなります。シャンプーやボディーソープなども入っております。おめでとうございます。そしてそしてカシオ様よりGショックのプレゼント、おめでとうございます。こちらが、副賞となります。大きな拍手お願いします。それでは、記念写真をこの流れで撮りたいと思いますので、カメラマンお願いいたします。バトル出られた方記念写真撮りますのでステージまで、ジャッジの方もステージまでお願いいたします。今井新選手どこ行きました？写真撮影しますよ。今井新選手いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？写真撮影ですよ。あれ、どこ行っちゃいましたかね。どうしましょう、このまま進めますでしょうか。今井新選手、選手の方はしゃがんでいただいて、ジャッジや上の方は立つような感じで、淡々と進んでおりますけど、今井新選手、選手いるけど、選手の方はね、前にちょっと、かがんでいただくような感じで、もういいですかね、いいですかね。ごめんなさい、今井新選手は、後ほど入れます。こちらをお願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。今井新選手到着しました。じゃあ、どこか、はじめちゃんの横にお願いします。そこ、もう一回最初からお願いします。ありがとうございました。今一度選手の皆様に大きな拍手をお願いします。というわけで 2018JN トリックバトルを終了させていただきます。ありがとうございました。また来年会いましょう。